ナンバー・アイの挑戦、b t s と同じ舞台で繰り広げられるハイブランド戦略。日本のエンターテインメント業界に新たな波が押し寄せている。ジャニーズ事務所の元メンバーで構成されるナンバー・アイが、b t s の成功をなぞりつつ、ハイブランドに焦点を当てた海外戦略を展開している。 これまでの彼らの動きを見ると、その戦略は着実に進行しているようだ。ナンバー I のハイブランド戦略。ナンバー I のメンバー、平野紫耀、神宮寺勇太、岸裕太は、これまでの成功を踏まえ、ハイブランドをターゲットに掲げた海外進出を選択した。 最初のステップとして、彼らはファッション誌、ナイロンジャパンに登場し、これがグループとして初のメディア露出となった。このファッション誌は、海外トレンドストリート誌を代表する存在であり、ナンバーアイの海外志向を象徴している。神宮寺ゆうタが、 GQ Japan の表紙を飾り、11月20日には、OUG Japan 公式ウェブサイトとイブ・サンローランとのタイアップが発表されたことは、ナンバー・アイのハイブランド戦略の重要な一環だ。これにより、彼らは BDS のようにハイブランド系雑誌での露出を果たし、グローバルな視野での存在感を高めている。BDS の洗礼。 BTS は過去に各メンバーがソロでハイブランド系雑誌に登場し、その成功がグループ全体の人気に寄与したことで知られている。現在もメンバーたちは個別に雑誌に登場し、その影響力を示している。例えば、ジミンが、ウックコリア、RM が、 GQ Japan V が L ルコリアに登場したことは、個々のメンバーが国際的なファッションシーンで注目を集めていることを示している。No.I のジナル一手。No.I はこれまでの戦略を通じて、ハイブランド系雑誌における露出を確立してきた。ジナル一手として、エンタメ業界の専門家は L への登場を予測している。 これにより、ナンバー I はますます国際的な注目を浴び、ポスト BTS の地位を確立する可能性がある。ハイブランドとエンターテインメントの融合。近年、ハイブランドとエンターテインメントの融合が進んでおり、アーティストや俳優がファッション業界で大きな影響力を持っている。 ナンバー i のハイブランド戦略は単なる音楽グループを超え洗練されたファッションとエンターテインメントを融合させる新たな潮流を築きつつある。ナンバー i の個性の際立ち。ナンバー i のメンバーたちはそれぞれ異なる魅力を持ち、個性が際立っている。これは彼らがソロでの活動においても成功の要因となっている。 BTS がメンバーごとに異なる雑誌に登場することで、個々のアーティストとしての顔を見せ、グループ全体の幅広いファン層を取り込んでいることと類似している。ハイファッションとポピュラー文化の交差点。ナンバー I の活動は、ハイファッションとポピュラー文化の交差点に位置している。 彼らの登場により、これまでにないエンターテインメントとファッションのコラボレーションが生まれつつあり、これが新たな市場を切り開く可能性がある。ナンバー・ I が進む道は、BTS が歩んだ道とは異なるが、その足跡は共通している。ハイブランドに焦点を当て、国際的なファッションシーンでの存在感を高めることで、 彼らはエンターテインメント業界において新たな局面を切り開いている。BDS の影響を受けながらも、ナンバー i は独自のアプローチで進化し、ポスト BDS の可能性を模索している。ハイファッションとエンターテインメントの融合は、今後も注目を集め、両分野に新たな風を吹き込んでいくことだろう。新たな